どうも、こんばんは。よろしくお願いします。としのみやです。それではですね、本日は、夢日記というゲームですね。夢日記で、ドリームダイアリーというゲームですね。こちらは、RPG スクールの作品の夢日記を、なんかして作ったゲームって感じらしいですけど、実は僕RPG スクールの方の夢日記もやったことなくて、これは何するゲームなのかっていうとこも、実はよくわかってません。ちょっとね、ちゃんと最後まで終わらせられるかわかんないんですけど、よかったら見ていってください。はい、というわけでやっていきたいと思います。ダメだな、声がちゃんと出てないぞ。よし。はい、というわけで、設定とかはいいでしょう。最初からね、やっていきまーす。はい、始めまーす。プレイ中にデータを自動的にセーブします。画面に日記のアイコンが表示、早いよー。とりあえず、このアイコンが出てたら、セーブしてるから切らないでね、みたいなことだよね。夢日記、ドリームダイアリーは、秋山が生んだ、神秘的でな、早いよー。ほら。目を覚ましてごらん。さっき僕が言ってたようなことは多分書いてあったんだろうね。もともとあったゲームを何たらして作ったよ、みたいな。だよね。はい、突然最初コンビニから始まったね。これは？はい。あ、WASD じゃ動けないんだ。設定変えれるのかな、これ。操作。操作キーは変えれないみたいです。コントローラーでできないの？コントローラーの方がいいな。ジャンプ、調べる、ポーズ、コレクション、移動、を決める。とりあえず A でジャンプして、Y で調べる。ですね。はい。じゃあ再開していきまーす。よいしょ。ゆっくり歩くこともできるんだ。そうは進めれませんね、まだ。右にとりあえず進んでいけばいいのかな？なんかもうこの雰囲気だけで正直若干怖さはあるよね。これホラーゲームなんだよね、多分。ホラーゲームでいいのかな？よいしょ。なんかここ石っぽいのに木みたいな足音するね。どこまで行けばいいの？よいしょ。なんか遅くなったかって。これ、自動で進んでますね。いやー、なんか血だまりあるんだけど。なんか、やばいやつ。めっ、数いちゃダメでしょ？なんで君そんな、なんか生えてきた。実績解除された。何？最後の。何？今の。というわけでタイトルですね。はい。ボタンを押してください。また始まるのね、ここから。でしょ？何今の。口の中見てたらなんか影みたいなんで、ドンって、わーって。はい。これは、どういうこと？調べる。どういうこと？夢日記。はい。ページをめくる。ページめくれないけど。1ページ目しかないからかな。よいしょ。日記が見れるっていうことでしたね。なんだろう。なんかいろいろ調べれるところは調べれますね。外出れた、ね。とりあえず今のところ何をするゲームかは全然わかってないですよ。出れたけど外は何も調べられないのかな？よいしょ。手を使わなくてもね、扉を開け閉めできるシステム。よいしょ。
何かゲームがある。なんか始まった。え？なんか始まった。ナス始まった。はい。多分これ、ミニゲーム要素だよね。ちょっと、1パート1からミニゲーム要素は違う気がする。はい。ゲームカートリッジをゲットした。いいのね、これで。この Y は、ここだよね。違うね。扉も出れるのかな？出てくれないね。かな？じゃあさっき調べなかったのは。怖い夢見たけど、またちゃんと寝るんだね。寝てないじゃん。ワープしたじゃん。ムービーかな？ムービーだね。ムービーじゃない。僕動けるね、これ。さっき調べたけど、多分ベランダには何もないよね。とか、なんでベッドに入ったのに外に出てるの？帰ってきました。もう寝れない。テレビつけれるだけでね、今度はゲームできるわけじゃないんだ。怖いから切っとく。はい。外に出れる。なんだこれは。なんだ？なんか不思議な世界に来ここと、ここと入る。なんか鍵が閉まってるね。なんかいろいろある。どっから来たっけ？僕どこから来たの？わかんなくなっちゃった。迷子。全部いけるのかな？鍵閉まってるところ以外はいける感じかな？2、3、4、5、6、7？ 7 個かな？鍵があって、1、2、3、4、5、6、7、8？ 鍵含めて8つだね。これはもうどこから行ってもいいよっていうロックマンシステムなの？わかんないから、鍵の横から。いけた。なんか、いつも開幕しゃがんで座ってね。それもないっけ。わけでやっていきまーす。学校ですかね。学校ですね。扉の方には行けないんだ。右に進み続ける。なんか音する。聞こえてる？これ音。入ってないかもね。ちょっと、このゲームやるときは音量上げようか、ゲームの。音量上げますね。はい、これで音入ってるかな？なんか泣いてる子がいる。もう一回言ってみる？ではいけないらしいので、帰ります。帰りますって言ったってどうすんの？こっち出口なんてあった？ないね。調べるところないし、ジャンプしても何もないし、あの子攻略しなきゃいけない。どういうこと？おーい、何してんの？ギリギリまで近づいて。ああ、当たる。
無理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 。ジャンプで。ああダメだ。何ができるんだってこのゲーム。でしょ。あ、違う。これね、さっきから僕ね、メニュー行ってね、戻ったりしちゃうのはね、これ A ボタンじゃなくて B ボタンで決定っぽいんだよね。よいしょ。そうさ。あ、頬を詰めるっていうのあったね。えい。ん？頬を詰めろという動きが見えるか。あ、いけたいけた。頬をこう詰めると、あ、目が覚めるのね。これで脱出できる感じかな。よいしょ。で、また扉に。あ、この扉は起きてると開かないんだ。日記は何か変わった？なんか新しいこと書いてるけど。あ、あった。学校がある。学校の、でも絵だけだね。では。ここしか増えてない。あ、そうだよね。あ、ここしか行ってないもんね。なんか怖い女の子がいた。よし。じゃあまた寝ましょうか。というわけで、さっきのところが、確か、なんか、鍵のところのすぐ横だったかな？がダメだったから、次のところ行きましょう。とりあえず自分の入ってきたのは、この木の扉ね。これをしたら帰れるのかな？よいしょ。あ、そうね。これをしたら帰ってくるか。ああ、そこに倒れてるのか。これで帰ってこれると。ということで、よいしょ。さっき言ったのが、どこ？これ？かな？そうね。学校は多分無理だったから、次の扉に行きましょう。よいしょ。はい、なんだろう。なんか、なんだ？ここは。うん。なんかいる。え？何この子、かわいい。え？なんかかわいいのいた。え？あ、でも、あの子無視してこっち行けるよ、僕。無視して、こっちに行ってたら、怒られる？なんだろうね、一回無視したくなるよね、なんかああいうの。何これ？何これ？え？なんか、歩いてた。あ、扉かかっ、あ、なんか、鍵があったら開けれるみたいな。そんなに、ああ。ただ、開けれなかったっていう演出か。なにこれ。あっち。ああ、エスカレーターが逆向きになる。まあいいや、とりあえず普通の状態でまだ探索してないから、普通の状態にして、とかは入れないんだ。うん。やっぱり最初の子がね、とか行ったところとりあえず行ってみましょうか。え、なんか音する。なんか音する、やだなぁ。こっから始めて、最初のところでもうなんか変な子いたから、こっちだね、あの子が行ったのは。ごめんなさい。よし。あ、いるいる。何この、この子が垂らしてるのはこれ何？ちょっと怖いよね。ペイントボールの中身みたいなの垂らしてる。どこ行くの？なんかいた。今見えなかったけどなんかいた。待って、なんかいたの見てくる。何してるの？
ないわ。よし。こっちかな。うん、このなんか、もう、この子ついてきてってばかりに言ってるから、ついていけばいいんだよね。はいはいはい。よいしょ。なんか影の人がいっぱいいるね、ずっと。よいしょ。なんか、ほんと喉の調子が良くないですね。よし。ちょっと聞きづらい声になってるかもしれないですけど、ごめんなさい。よし。どこまで行くの？この子。よいしょ。なんか、これさ、無限ループって怖くない？これ、無限ループしてない？この子。これどういうこと？ずっと同じことしてる気がする。終わんないね。これか。これ、これを使って、上に行って、後ろから回ってみると？そんな変わってない？これで、こっちから回って、逃げないで、あれ？あれ？こうかな？待って。あの子捕まえらない、無理。どこ行くの？これ絶対このままじゃ終わんないよね。ちょっと考えよう。よいしょ。追いかけるのは終わりにして、なんかいじれるもんがないか見た方がいいね、これ。多分。あれ？てかこれ僕降りれなくなってない？あ、これか。よいしょ。これで、降りれるようになった。降りれるようになったけど、これで上がれるようになった。降りれるようにしてあげて、下に下ろす？降りれるよ、今。待ってー。え。これはどっち今。上りか。これもう一回押したらどうなるんだっけ？これで、左でしょ？これでいいのかな？これで、よいしょ。彼のところに行って、どこ降りてくれたね。降りたでしょ。ここ今下りで、僕も降りて、このスイッチはこの場所だけかな。ここしか関係ないのかな。彼は今下にいるはずだから、登れないようにしてあげればいいのかな？
あれ、なんか行ける場所あるじゃん。なんか行けた。なんか変な人いる。あの子追ってた時間めっちゃ無駄だった、もしかして。何？あ、それだけ？目は？めっちゃノリノリやん。よいしょ。なんかも気持ち悪いな、君も。あ、フィジナーしてる。フィジナーの人だ。あ、くれた？ LB をしながら、SYAB で演奏する。君は何かくれるの？もうないんだね。多分これあれだよね。多分このノリノリのおじさんに同じの聞かせてあげればいいんでしょ？赤、青、青。ん？赤、青、黄色、青。間違ったのに褒められた。これだね。同じの吹いたよ。なんか、ダメみたい。この人変わんない。よいしょ。これ、奥、あ、ここがさっきのとこだから、戻って、あの子は今のままだと向こうに逃げちゃうから。どこだっけ？多分一番最後のとこだよね。一番最後のとこまで行って、これ登れなくするスイッチ下にしかないんじゃない？これ。これ変わる？全部変わるのかよくわかんないよね。あ、でもこれ登れちゃうね、こっち。両方登りになった。逆に僕が行けないね。はい。待ってー。逃げちゃダメだ。とりあえず、先にこれを操作しておこう。こうして、これを押す。これでもうこっちに逃げれないでしょ？よいしょ。カッターって。これでもうこの階段からは？ん？そうだよね。下にしか行けなくなったよね。OK。これで、この階段は？
上りだね。上りだから、ダメだ。これを、こっちから操作したら、よいしょ。で、下に行くやつになったでしょ？で、これを押して、これ下に行くやつになったでしょ？両方。よいしょ。うん、向こう下に行くやつだから、待ってー。追いかけよう。これで、よし。ルートが変わったよ。うーん、よし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 。こういうことだね。ということで、同じことをどんどんやっていけばいいから、そうだよね。ここは、押して、これ下にしか行けなくなった。ここどこでいじるの？あか。よし。違うね。これ、これ両方上に上がりになって。これは、上りで、こっちも上りだから、一回これを押して、自分降りて、これ下りにして、上って、これ押したら下りになって、これで下にしか行けない。ここ下にしか行けないでしょ？でも向こう登っちゃうから、こっち行って、あれ？ここに切り替えのボタンない。いいのかな？これ順番逆だったかな？あ、いいか。とりあえず。ちょっとわかんないけど、あの子に会いに行こう、また。待ってー。これで、お、追い詰めた！追い詰めた！倒した！中身が垂れちゃった。あ、鍵だ！やったね！はい、鍵もらって。え、君もう来ないの？なんかごめん。とりあえずなんか一個クリアしたんで、クリアしたのかな？わかんないけど、なんか、いけたから、今回はここまでにしましょう。この続きね、また次回からやっていきたいかなと思います。というわけで、お疲れ様でした。またね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。